東京都立日比谷高等学校。東京都立日比谷高等学校は、東京都千代田区永田町2丁目にある全日制、普通科の都立高等学校。同校は、最初の東京府立中学、現在の都立高等学校として1878年に、現在の文教科本号にて、東京府第一中学、府立一中の名称で開校した。 現在の日比谷という名称は、戦後に公名が変更される際、当時の菊池流道校長、前、横浜市中校長で、後に、駒場東方中、高野創設に尽力し、初代校長を務めたによって、1899年から1929年の、基幹校地であった旧小島地区西日比谷一番地、現、千代田区霞ヶ関一丁目一番にちなんで、 命名されたものである。戦前は、府立第一中学第一高等学校、東京帝国大学、戦後は、千代田区立番町小学校千代田区立工事町、中学校都立日比谷高等学校東京大学が、エディートコースとされてきた。神奈川県立横須賀高等学校と並び、5、我田根メダリスト、西田慶一、内閣総理大臣、安倍信之 ノーベル賞受賞者、利根川進を揃って輩出した高校である。1878年に、東京府第一中学、東京府第一番中学は、文京区本郷元町の旧、玉も小学校にて開校した、後、すぐに、官立東京英語学校の空校舎に移る。創立当初から、明治半ばあたり頃までは、学生や教育例の理念に、 忠実な東京府学務課の方針もあって、高等普通教育を教授する機関として、独自の生息教育を標榜していた。そのため、中3階級の育成を目的としたと思われる、中人または、実業人などと、具体的な教育像が定まらないながらも、上級学校への進学面に重きを置いてはいなかった。早々期に、上位学校への進学を目的とした、変則化ではなく、 生息化に入学した夏目漱石が、その後に小学者や生立学者に移っていったのは、西南戦争後の資本や、教員の人材不足を背景とした、混沌とした、学生混乱期と観光率の宿命としての当時の、一中の教育のあり方の一例として見ることができる。その後は、設立以来の東大の要請もあり、次第に、一校停大、 東大の一環ルートとしての色合いが濃くなっていった。以後も東京府中学と大学予備門、東大との教員の交流は独特なものがあり、一中一校定大とされたゆえんでもある。また、明治、大正、現在まで100年来の歴史を持つ文京区の重行学校、千代田区の番長小学校、麹町小学校等の各小学校には、都下の有力者の指定が学校を超えて集まり、 その多くが、一中一校庭大のルートを進んだ。これは当時、現在の文京区、西方や千代田区番町、麹町等に教を構えることがすなわち、日本のエスタブリッシュメントの証でもあったことから、選抜試験を施さない、公立小学校でありなが、庭大教授の指定や、貴族院議員の経緯から、施策の末苑まで、およそ日本の上流階級層が好んで集ったためで、 ある。当初、政府や東京府は、従来の寺子や教育の踏襲や雑多な教科目、その学科変化をして、各種学校を、正規の学校とみなさず、その中で中学校に準じるもののほとんどが、英語や漢文、数学を、主とする進学予備校であった。1890年に、勝浦智夫、第九代、前、東京婦人上市販、現、 東京学芸大学幹事が校長に就任してからは、生活指導と進学指導が活発化。それまで私立校、今でいう塾、予備校に近似の校人を配していた進学実績は伸びることとなり、明治半ばから後半にかけて、一躍一校合格者数で首位に躍り出した。すでにその名は全国に知れ渡っていたが、 この頃から一校帝大への一貫ルートとして、明日ともに世間に認知された。ただ、一校を目指す風潮が強いあまり、旧正高校への現役合格者数全体で見た場合、特に昭和の時代に入ってから四中、富山等に及ばないことも見られるなど、伝統的にガツガツした面とは無縁である一方で、このように一校への執着が強かったことも、権威主義的である一面として見られた。 また、1904年11月、韓国から、皇室特派留学生を受け入れた。1909年に、川田正澄、第10代、前、仙台一中、現、仙台一高校長が校長に就任すると、後の時代にかけて連綿と続くリベラルと例えられる、校風が花開き、政治、経済方面は言うに及ばず、文学、芸術方面に至るまで各界に、 異色な人材を排出してゆく基盤が形成されていった。もっとも世間の詰め込み学校、あるいは規則学校という風評通り官僚的な厳格な交付で成績にもうるさく、この頃、大正11年、主に卒業生を対象に補修化が設けられた。1940年により学生が施行され、その年のみ、筆記なしの高等指問と内申点のみの入試が、 導入された。1945年3月の入試は受験者数が定員に満たず全員合格した。戦後の学生改革を経て、都立一校を、さらに現在の日比谷高校に改称した1950年より男女教学となる。旧制中学の前半にあたる部分2年3年時を新生新生中学校、地の港区立青山中学校として、 同校内に設置。その過渡期の3年間、日比谷高校の入学試験は実施されなかった。1947年、新生高校の教科過程について、菊池隆同校長は、生徒自治委員会にも提案を募り、1950年には、発表授業に合わせて一コマを100分授業とし、生徒が、ルーム、クラス担任を選ぶ、旗立て方式の学年別ルーム制。 R 制が確立。その後は、近隣の千代田区立高寺町中学校、九段中学校、一橋中学校等を中心に、日比谷市岸の越境通舎が全国から押し寄せ、受験加熱化とともに、東大ひいては県政への登竜門として位置づけられることになる。同様に、これらの中学校を学区指定の進学先とする、千代田区立番町小学校、町小学校、 長田町小学校等を中心に多くの越境通学者が集まった。1965年に入ると、戦後民主主義の時代風潮や学園紛争の影響か、進学指導を中止する帯通達が申し渡され、補修化の廃止や進学指導を中止する動きが広まり、教育内容面で大きな変化起こった。 1967年には従来の学区合同選抜制度を廃止して学校群制度を導入。1982年からはグループ合同選抜制度に見た九段と参考群を形成した。そのため受験者が限られたこともあり、志願者層が変化、都立諸校の平準化と国私立難関校への流出、東大合格者数トップの座を失い、同じ都立校である西。 富山などと比較しても急速東大、合格者数上以降からその名が消えた。その後は、具体的な進学実績向上策が打ち出せず、1990年代後半以降まで、南韓国公立大学合格実績は、低迷が続いた。ただし東大については、進学生始まる1950年以降から毎年合格者がある。2001年度一般入試より、国語、 数学、英語の三教科において、公立高校としては、全国初の事項作成問題が導入された。以前の共通問題は、同校の場合満点に近い点数を取る、受験生が続出し、適切な合否判定が困難な状況であったと推測され、そうした問題点の解消という面があったとされている。また、中学校の成績評価が相対評価から、 絶対評価に移行したことから内心書で適切な評価が困難となったため、一般入試では、学力検査と内心書の総合点が高い順に、男女とも脳の上位9割を決定し、残り1割は内心書を無視して、学力検査の合計点が高い順に合格者を、決する学力検査特別選考枠が設けられた。同年4月には、長沢直進、第25代、前、 東京都教育庁が校長に着任。河合和夫、第24代校長時代に導入された、自項作成問題導入などの改革の流れを、引き継ぎ、45分7コマ、単位授業、教員公募制の導入、詳細なシラバスの作成といった改革を実施。8年間の長期にわたって、学校改革を推し進めた。2001年に、 東京都から進学指導重点校の指定を受けたことや、2003年の都立高校の学生撤廃によって、全都から生徒を集められるようになり、2014年には東大合格者数で46年ぶりに、全国の公立高等学校で首位となった。2012年4月に、竹内明、第27代、現職が校長に着任。2016年には、 東大合格者数が53名となり、日ド高校として44年ぶりに東大合格者数が50人を超える。また、公立高校が50人以上の東大合格者数を出したのは、1995年の県立浦和、県立千葉以来21年ぶりとなる。2018年には、東大合格者を48名出し、東大合格者数が全国で9番目となる。 日比谷高校の東大合格者数ベスト10位は、1970年以来48年ぶりとなる。かつて、岡田慎一郎設計による行動が存在したが、1994年11月、解体された。この工夫制定には、川田正澄、第10代、前線第一中校長が大きく関わっており、イートン・ハーレーの工夫をモデルとしている。 旧制時代の制服は何度かの変遷が見られた。広中時代に国粋主義排除のために、洋式型の制服がいち早く定められ、和服通学が禁じられた。その後、最も長期間着られたのは、富士一中時代のものであり、前を鍵、ホックで止める濃紺の詰め入り型上着、現在の駒場東方、両国高校で着用されている制服と同種に、学年、ローマ数字、 組、甲、乙、つ、平をアルファベットに変えたものを示す文字バッジと、正金と認められた生徒はそれを検証する正金賞、八筒上のバッジ等を装着していた。優等、と、正近エリ賞は1915年12月に制定され、太平洋戦争頃まで続いた。新生高校に移行する際、戦後の物資欠乏による服装混乱期を通して、黒、 今の一般型学生服のボタンを交渉入り金いぶしボタン5個に付け替えただけの標準服が新たに導入された。それと同時に、希少として、執法性の正明、現役性は赤字、補修カートに廃止性は青字と銀色にメッキした略称が作られ、襟にはこの交渉バッジのみ装着。現行の標準服は、 全国的に多くの伝統校で自由服化が進んだ中、1967年度に生徒総会、服装問題検討特別委員会など着用義務があるものとして最終見直しが行われた。男子は服装の決まりに標準的な学生服、黒、またはコントあり、ホック止めタイプ、金ぶしボタンタイプのいずれもか。 教学家と共に導入された女子の標準服は、現在では、紺色のテーラーカラーシングル、三つボタン及びともぎ入れの紺のスカート、前後2本ずつの箱ひだである。また、男女共に、下着は上着なし、ズボン、または、スカートの副辞職は、グレーでも良いとしている。1946年に導入された発表授業に合わせて、100分授業が組まれ、かつては、 全国各校が取り入れた。現在では45分枠を2枠連続させた90分授業の形式をとっている。また、戦後の授業参加に橋を発する発表授業を生徒自身がテーマを分担し、自ら授業を行うも社会科学、自然科学系科目を中心に続いている。1年時には数学演習、2年時には第2外国語、ドイツ語、 フランス語など、等の自由選択科目がある。授業では少人数授業や、修熟度別授業が行われている。文化祭、校内誌、学生課、各種団体等の愛称としてよく用いられる。清涼は、林地の日枝神社も含めた、周辺一帯の高台が古くから、星の山、星が丘、または、星が丘と呼ばれたことに由来する。図書委員会の雑誌、リブラリアは、 創刊から50年を超える。体育祭、合唱祭、清涼祭の3つを合わせて3大行事とされている。他に、英語スピーチコンテストや夏山キャンプ、部活動合宿、OBOG 等を招いての社会人講演会、1年次、卒生講演会、2年次、英語劇鑑賞教室、スキー教室、ヤワ剣道大会、1年次、修学旅行、2年次。 球技大会など多彩である。グラウンドに隣接する、清涼会館、公演団体である、財団法人、清涼会が運営は、内外の隠しも養子もの等に使用され、外部利用では、土地柄から観光会の祭事が多い。また1963年以来、全国交代連事務局も会館内に置かれ、会長は通常日比谷高校長が兼ねることになっている。 1994年に、その建築物としての歴史的意義を惜しまれつつも、老朽化のためにり、壊された、行動は再建の声も根強く、入学式、卒業式ですらサボ会館などの外部施設を使わざるを得ない状況も鑑み、体育館の改修とも並行して、検討訴状にあるが、現状では、都の方針もあって制案には至っていない。補充学校、文校、 同高校舎内で開校など、同校に、縁のある学校として、都立富山高校、都立両国高校、都立大附属高校、東京都立大学、都立豊玉高,高校、都立大森高校、港区立青山中学校、新生新生中学校として同校に置かれる等がある。他に、1937年4月に併設された、東京府立、 1> 第1中学校養成夜間中学校は戦後も定時制課程としてしばらく東大合格者等も多く輩出してきたが2005年4月に都立六本木高校として統合された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。